どうもゆみっちょです。この間ペットショップに行ったら面白そうな猫のおもちゃが売っていたので買ってみました。と名前がダンシングフィッシュと言います。尻尾がビチビチ動くおもちゃのようです。では早速中を見てみましょう。中身を出してみました。結構リアルなお魚のぬいぐるみですね。これの他に熊の実のタイプもありましたが、うちにはファンタジーすぎるなと思ってこっちにしました。中にはお魚を動かすためのモーターが入っていました。こちらはマイクロ USB で充電するもののようです。オンオフのスイッチが入っており、これをオンにしてぬいぐるみにセットすると、猫ちゃんがザリついた時の衝撃でビチビチ尻尾が動くものなんだそうです。では早速これをわらびさんともなかさんに見せてみましょう。置いてみました。さすがにもなかもちょっとおっかない。まだこれリアルすぎて結構ビビってたかな。うん、てかそもそももっちゃん魚見たことあんの？まさかの遠巻きに見てる。種明かしされたら嫌だな。マジックテープになったり。ちょっと待って、早速種明かししないで。あ、ビリッつったぞ。さて、その頃わらびさんはというと、ですよね、あなたはそうだよ。あなたはそういう人だよ。見てる見てる。一応背後に回り込んで、もうなんかだんだん意を消してきた。あれ、意外に受けてるパターン。止めた。どうか止まったのか。これ魚進んでくるんだけど。結構気に入っちゃったかも、これ。
種明かしすんだよ。おお。そしてわらびは立場がなくなってしまった。しょうがないからってあの本茶のケツを嗅がない。なぜ？なんでだよ。ねえ、わらびさんなんで？なんで？それはそれですごい疑問なんだけど。あと、何その低姿勢。正しい使い方してんの。多分理想通りの使い方だよこれ。先輩、もっちゃんはもっちゃんはこういうのを与える天才的なんだよね。自分が魚になったわけよ、しょうがない。わらびさん、それはそげて何なの。あ、これで分かりましたね。あのもなかさんは結構正しい使い方をする、でわらびさんは自分の魚になってしまう。あのほんと気候に走ってんだけど大丈夫かなこれ。だからなんで。で、いや、エアでやってるの。わらびはエアでやってる。なんだろう、このわらびさんのリアクションはよくわかりません。